人間版時期によ中とは、歌舞伎の演目の一つ。前二幕。明治十二年二月、東京新富座にて初演。川竹木網作。武蔵国の一行村に過ぎなかった横浜が、貿易港として、大いに明け、明治の世にもなった、自分のこと。恵ぐみふ、りんのの父親は、横浜で瀬戸物問屋を営んでいたが、 相場に手を出して失敗したことにより身の代を失い、林之助も父親が病没の後は、同じ横浜の境町に貿易商として、店を構える、おじの変味勢左衛門のので、居候として、身を置いていた。勢い左衛門んのは金に汚い男で、老いに当たる林之助も店のデッチ同様に扱って、掛け取りなどさせている。ところで勢い左へもんのの妻オランには、 オクラという名がいた。このオクラも元は、名前とドニアのお嬢様であったが、父親が商売にしくじって、身の代を失い、その後父母ともに病死したことによりこの、変身の家に引き取られ、やはり下女同様の扱いで働かされていた。そこに林之助の乳母おしずの孫にあたる千之助が、訪れる。聞けば、おしずは病にかかって働けず、 困窮しているので十円がしてほしいという。しかし、居候の実のリ之助には、余分な金はなかった。千之助が帰った後、林之助はオランに訳を話し、金を貸してくれるよう頼むが、オランは、居候に貸す金はないとにべもなく断る。オランも夫の勢いさえもんのと同じく、ケチで意地汚い性分の女であった。林之助は、 ちょうど変見家を訪れていた親類のガラデン、薄絵門にも十円を貸してくれるよう頼むが、居候に落ちぶれた林之助とはもはや縁のない他人も、当然だと冷たく断られた。林之助は仕方なく、横浜本町で商売をしている。これも、親類の毛織五郎絵門に頼んでみようと出かけてゆく。するとそこへ入れ違いに、五郎絵門がやってきた。実は勢い左絵門のや。 薄江門には、長崎に東江門という大金持ちの親類がいたが、以前より具合を悪くしていたのがついに死んでしまったと、知らせに来たのである。そして、東江門の遺言状を持ち、親戚一同でその中身を改めようとやってきたので、あった。東江門には遺産を譲る者がいないので、勢い左江門のたちは、上べでは悲しむ様子を見せながらも、自分たちに、形見分けとして、 その莫大な遺産がもらえるものと交わ用する。一方林之助は五郎衛門に会うことが叶わず金の苦面はできなかった。しかしこのままでは済まされまいと、乳母静と千之助の暮らす借屋を訪れる。ところがそこでは意外なことが起きていた。何者かが林之助の名を使って、十円の金を交わせで、お静宛に届けていたのである。林之助は不信がある。 細声、大家の武田兵が、米屋と焚木屋を連れてやってきた。武田兵たちはおしずが貯めていた棚地にや、米白滝き木台を取り立てに来たのだが、しかしどうせ金はなかろうと、おしずたちを罵り、少しでも金にしようと、無慈悲にも粗末な家財道具を洗いざらい持っていこうと、する。林之助が、例の十円のうちから金を出して払うと、武田兵たちは態度を、 コロリと変えて帰って行った。それを見送る林之助は、地獄の沙汰も、金止大蛇魔へと呟くのであった。変身の家では勢い左衛門のをはじめとして、薄衛門、林之助も戻り、皆が揃う前で遠衛門の遺言状が開かれることになった。五郎衛門が読み上げる。ところがその内容は、勢い左衛門のたちの期待を大きく裏切るものだった。親類でありながら、 平素より手紙一つよこさなかった勢いさえもんのには、片見分けとして義理に三円の金を使わす。そして同じく身内に当たるオクラには百円。さらに林之助にはよく手紙で様子を尋ねてくれたので、その遺産から二万円という大金を林之助に譲るというのである。あまりのことに率倒する勢いさえもんの。五郎衛門は、 為わせで送られた3円と2万円を、勢い左衛門の鳥之助にそれぞれその場で渡す。オクラは100円を、とりあえず五郎衛門に預かってもらうことにした。林之助は、2万円の大金で潰れた加盟を、再興しようと喜ぶのだった。林之助は、父親が商売をしていた、横浜本町で、店を手に入れ使用人も雇い入れて再び、瀬戸物商を開く。 その開店の前日、近所の商店からも挨拶に、使いの者が大勢来て、すでに賑やかである。そんな中、薄絵門が訪れ、続いて勢い左絵門のがおらんと娘のお品も、連れて現れた。話を聞けば、娘のお品を、林之助の嫁にしてほしいと頼みに来たのである。勢い左絵門のたちは、どうか、娘を嫁にと林之助に熱心に進める。 しかしそれは、娘を嫁にして、林之助の財産を狙おうという下心からであった。そんなところに、ことぶき無でうつぐらという男が、弁護士の口の上の檻も連れて訪れる。その話によればうつぐらは、林之助の父親が生前米相場に手を出していたとき、その資金として一万円という金を貸していたのだという。そして今日までの利子を含めると、 元利合わせて2万円以上になるから、それを返してくれというのである。しかし林之助には、東江門からもらった2万円のうちこの店の用意と、使用人を雇うのに1万円を使い果たし、残りは1万円ほどしかない。ならばこの店と残りの1万円で、借金を返済すると林之助は言う。勢い左江門のたちは、 目当ての財産がなくなるので大慌て、薄えもんが口を挟むが、かえって、うつぐらの機嫌を損ね、連れてきた、弁護士も裁判所に訴え出ると言い出す。結局林之助は、店とその中にあるもの一切合切と、残りの一万円もつけて、父親の借金を返済する。この様子を見ていた勢いさえもんのたちは、呆れ、腹を立てながら帰っていった。 林之助もその場を立ち去る。林之助のところから帰った勢い左衛門のたちは、口々に林之助への悪口をぶちまける。そこへ、林之助がやってきて、お品の婿にしてくれと言うが、当のお品は元より、勢い左衛門のおらんも受け合うわけがない。勢い左衛門のは、林之助とは、おじでもおいでもないと言い,い、おらんや、お品も、散々に罵って、 林之の助を追い払った。夜になり、横浜の港で行くあてもなくさまよう林之のすすると、薄右衛門とばったり出会う。林之の助は、当座のことにご縁がしてくれるよう、薄右衛門に頼むが、薄右衛門もお前とはもうじでもおいでもないと金を貸す。ことなく林之の助をののしり、あげくは手ひどく蹴り倒して去って行った。そこへ声をかけたのは、おクラであった。おクラは、 林之助の様子を見て不憫に思い、十円を貸し与えようとする。一旦はそれを断る林之助であったが、その気持ちに感じて十円を受け取り、オクラはその場を去った。だが、ふと地面を見ると、一枚の紙切れが落ちている。それはオクラが落としたものだったが、それを見て林之助はびっくりする。それは押しずの孫千之助が書いた為替の受け取りだった。 つまり以前おしずの家に、りんのすけの名を使って10円を届けたのは、オクラだったのである。りんのすけは、オクラの心根に感じ入り、感謝するのだった。その翌日、五郎うえもは200円の金と引き換えに、オクラの身柄を引き取った。勢い左えもんのはその金を勘定しているが、オランは、自分もオクラの面倒を見ていたのだから半分、よこせと言って勢い左えもんのと争う。 ところがそこへ、薄えもんが、大変だと大慌てで駆け込んできた。それによれば、なんと、林之助が借金の方に手放したはずの店で明日より、商売を始め、しかも今日はそこに、嫁が来るというのである。勢い左えもんのたちもびっくりし、この上は、ことの真偽を確かめようと勢い左えもんの、おらん、おな、薄えもんの4人は、林之助のところへと大急ぎで向かう。 本町の林之助宅では、婚礼の真っ最中である。花婿の林之助と、花嫁が今しも酒を交わそうというところ、勢い左右のたちが乱入してくる。なぜ親類である自分たちに、婚礼のことを知らせないのかと正すと、その場にいた五郎右衛門と宇津倉は、林之助とは、おじでもおいでもないと言ったから知らせなかったのだと言い、花嫁の顔を見せると、それはオクラであった。 さらに驚くことには、林之助の父親が、うつぐらから金を借りたというのは嘘であって、弁護士の口の上乗りというのも、実は、梅生という落語家だという。すべては林之助が勢い左衛門のたちの心を、試し見るために、五郎衛門たちと示し合わせてしたことであった。しかし案の定、無一門になった林之助に対して勢い、左衛門のたちは冷たく当たった。 これには、愛想もこそも突き果てたと林之助は言う。五郎衛門にも意見され、すっかりへこまされる勢いさえ門のたち。しかしオクラの口添えもあり、林之助は勢い左衛門のたちにそれぞれ引き出物を、渡してことを収めるのであった。人間万事記によ中初演の時、工業前に作られた芝居右より五代目、小野駅九五郎の恵み不林之助。 三代目、岩井小村朝木のオクラ、二代目、小野菊之助の千之助、中村宗十郎の星野修善、初代、市川佐団寺のジムで打つぞ。ただしオクラは、実際には八代目半四郎が演じており、また宗十郎はこの時一座にいたものの、この芝居には出ていなかった。豊原国地下が、二万円といえば、明治の初めには大変な金額だったのが、 この人間万事記に宇宙を見ても伺える。現在とは物の価値観も違い、単純には換算しにくいが、現在の横浜の繁華街で店を構えて商売をすることも思えば、あるいは数億円にも上る額だと考えてもさほど間違いはないようである。勢い左右のたちが血眼になるのもうなけよう。本作は残り者と呼ばれるものの一つであるが、 本案劇の一つでもある。すなわち、リットンの儀曲、マネーを木網が本案し、シントミザの2番目狂言にしたものである。めぐみふりんのすけという名も、原作の主人公エブリンから来ている。木網がこの、マネーの内容をどうやって知ったのかについては、マネーを原書で読んだ、福地う地からその公害を、かなり詳しく聞いていたのだという。 リットンについては当時その著作が翻訳され盛んに読まれており、その名はよく知られていた。そうした当時のいわばブームのようなものに乗って上演されたのが、この人間万事金魚中だったのである。そのリットンの著作を、木網は巧みに本案して二幕の世話物に仕立てている。勢い左衛門のの林之助に対する扱いにしても、 駆け取りに行かせその受け取った金を見て、駆け取りの金をくすねただろうと言いがかりをつけるなど、ケチというのを通り越した卑しい証拠を見せる。金に汚いところを見せるのはその女房のおらんも、同様であるが、娘のお品も二幕目の、境町変身店の場で自宅に戻った時、おらんが、しかしあんまり醜い男を、亭主に持たすもかわいそうというのを聞いて、 いえいえわたしゃいやひませぬ。なりひらさんでもひょっとこでもあかりをけしたその時は、別に代わりはござんせぬ。わたしゃ、男にゃ惚れませぬ。お金のあるのに惚れますわいなと、仮にも、昇華のお嬢様でありながらあけすけなことを言う。初演当時はこのセリフが、大受けしたとのことである。演じた役者も、りん助すけ役の菊五郎。 勢い左衛門の親子の中蔵をはじめとして、概ね好評を持って当時迎えられている。しかし残切り者はただちょんまげを、残切り頭に変えただけの世話者とは言われるが、この人間万事金予宙を見ると単にそうとは言えない、ところもある。例えば劇中の金の扱いについては、江戸時代から芝居で登場人物が、 金の苦面について葛藤するところは一つの見せ場であるものの、それまでの芝居では、大抵が、大枚の金がお主のためにいるだとか、友情、見受けのためだとかという筋書きで、芝居の中に組み込まれるのに対して、林之助の場合は自分を育ててくれた乳母を、助けたいという心からであった。また、林之助と、オクラとの関係についても、 一つ同じ屋根の下に暮らしていても、色濃いということは、全くなく、結局林之助はオクラガウしずを助けた心根に、感じ、結婚するという話になっているのである。これが、旧来の歌舞伎の芝居なら、同じ大人物同士がいろいろあって、駆け落ち、などということにもなろう。これらの点は、そもそもが、本案物だからという見方もできるが、木網は、作中で、 登場人物たちに何度も、開花という言葉を言わせている。開花における、金の世の中を主題にして、それまでの江戸歌舞伎にはない、新しい、現代劇を、木網は見せようとしたとも言えよう。ありがとうございます。